遊びのパートナーですか。もともと若い時に乗ってて一回降りてて、でまたランクル乗りたいなと思って、GX の最終のターボを探してて、まあ、たまたま1台あって、まあ、その経緯で買いました。まあ、結婚とかまあいろいろあって、で一度ファミリーカーのワンボックスに変えてって感じです。手放した時はもうやっぱり後悔ですね。はい、まあ、戻ってきた時はやっぱこれだなと。いや、オートマです。はい、前に乗ってた VX はマニュアルだったんで、でまあ嫁さんとかも乗れるごつ今回はオートマで探してたんで。シュノーケルとタイヤホイールぐらいですかね。はい、前乗ってた80は7インチアップとかして結構上げてたんですけど、今度は純正スタイルで乗っていきたいなと。魅力ですか。やっぱり かっこいい。もうその一言ですね。見た目もやし、まあ機能的にも、まああまり古いとやっぱり、まあ、乗り心地とかの問題もあるんで、はい、まあ多少ファミリーカー的にも多少は使えるかなっていうところで、まああまり派手にならない程度にルーフにラックつけたり、まあそのぐらいですかね。一番の思い出はやっぱりキャンプとかに行ったのが一番ですね。そうですね、昔からまあちょくちょくはやってました。まあ下に男の子が生まれたんで、まあそれもあってまた熱がやっぱ熊本大分あたりのキャンプ場にいっぱい行きたいなと。はそれこそ前の80の時に一回来たきりやったですね。はい、わあやっぱすごいなと。すごい車がいっぱいあるなと。どのランクル見てもかっこいいなと。やっぱりカスタムするとまあかっこよくはなるんですけど、やっぱ乗ってきた経験としてやっぱりその遠出とかやっぱ高速乗ったりとかが車高を上げたりするとやっぱふらついたりで高速とかがちょっと苦手になるんで、やっぱいろいろ遠出もしたいってなったらやっぱりまあ純正をちょっといじっとるぐらいがいいかなっていう感じで、はい。ランクル愛ですか。車が先にダメになるか自分が先にダメになるかまでまあ一緒にまあいろんなところ行きたいなと。